広島のいろんな物産をですね、紹介できたという形でですね、なんか非常にですね、絶賛の声を聞くようになりまして、ね、私どもの関係者としてですね、まあ、大変良かったというふうに思っております。G7 広島サミット県民会議の副会長を務めた池田会頭は、広島サミットに対して当初批判的な声を聞いたものの、実際に参加した市民などから良かったという声を聞くようになったと述べました。その上で、将来広島が成長し、国の内外から観光客が増えることが期待されていることについて、本当にいいことだったと開催を評価しました。さらに広島が世界トップレベルの国際会議が開催できることが実証されたことは、誘致活動に有益だったとした上で、次のように述べました。特に広島の場合には、欧米の方が来られて、長く滞在するという形もございましてね、海外ブランドのホテルもそうですし、富裕層を中心としたですね、長期滞在層向けのホテルであろうと、そういったものもできたらいいな